山形正影。山形正影は、戦国時代から安土桃山時代にかけての日本の武将。甲斐、武田氏の家臣で、普代家老衆。後代には武田四天皇の一人に数えられる。武田家の普代家老、尾ぶ虎正の弟とされているが、老いであるとも言われている。詳細は後日。戦国時代のおぶ氏の一族では、武田信虎家臣。 オブドイツの子息とみられる、原子郎が、永正12年、1515 15年10月17日に、西五里の国人、大井神たちとの合戦で死去している。この、原子郎は、山形正影のかなと一致するため、原子郎は、虎正正影の父親にあたると考えられている。公用軍艦によれば、正影ははじめ武田信玄の近所として使え、続いて、 使い版となる。紅葉軍艦では、春の武器の品の進行における稲攻めにおいて、初陣を果たし、神の峰白攻めで一番乗りの功名を立てたとし、天文十一年、千五百五十二年、品の攻めの功績により、牙百五十持ちの侍大将に抜擢される。その後も虎政に勝るとも劣らない、武者ぶりを発揮し、原子牢の赴むくところ、敵なしとまで言われたとしている。 確実な所見資料は、工事2年、1556年8月2日で、正影は、おぶげん郎として、水品修理助に対し与えられた、品野義光寺との往来に関する諸役免許の、主因上奏者を務めている。A66 年、1563年、サブロベージョを名乗る。その後も、順調に先行を挙げて、 不大化労州に劣勢られて三百気持ちの対象となったという。A67 年、1564年7月には、平国に侵入し、江間市、三木市を下している、江間家御貫六。A68 年、1565年10月には、信玄の着難、武田義信と彼の森役だった虎政が無本を起こし、同十五日に虎政は成敗されたという、義信事件。 公野山政経院、貝の国過去町。紅葉軍官によれば、正影は血族である虎政が関与していることを承知の上でこれを信玄に訴えたという逸話を記している。この功績により、虎政の赤備え部隊を引き継ぐとともに、おぶのせいから信玄の父、信虎の代に断絶していた山形、山形氏の名跡を与えられて、山形正影と名を改めたと言われ、 A69 年8月時点での改正が確認される。正影は、原正種ともに、武田家の政治職である、両職を務めたとされているが、文書上からは確認されない。その後も西上の信仰における、美濃和城攻略戦、駿河今川両国への信仰、駿河信仰、交渉同盟の破綻後の相模後北条氏の戦いなどに参加したとされるが、文書上では主に、 信玄側近として、諸役免許や参人命令、自社支配など、武田氏主因上奏者としての活動が確認されるほか、美濃国の遠山氏、道の区国、合津の足名氏、三河国徳川氏など遠方国州や、松尾笠原氏、室賀氏、赤洲氏などの品の国州や三草氏、横田氏など、海武田家臣との取り次ぎを務めている。年、年には、 するがえじりに認じられた。元期2年、1571年に、武田氏は大規模な遠討み、三河侵攻を行い、正影は、三加三方しゅら奥三河の国衆を服属させ、抵抗した菅沼忠栄に対しては、同年4月28日に、巨城、大野田城を押しつぶし、帝栄を退散させ、さらに、吉田城を行為したとされるが、近年は、 この元気二年の進行は根拠となる文書軍の年代否定が天正三年に下り、一連の権威は長篠の戦いの前提である可能性が指摘されている。東大期によれば元気三年1572年10月、信玄が正常作戦を開始すると秋山虎重と共に別動隊を率いて信野から三河に進行したという。 武田氏に従属した菅沼氏や奥平氏など、奥、三河国衆は、山形の指揮下に組み込まれていたため、これらに先導させて、三河東部の流しの城経由で、浜松方面へ進軍する。三河八名軍の柿の下の城、さらに、越国して、東東海の伊平次郎も落とし南進し、浜松城を圧迫する、下地作りを完了させた上で、信玄本体に合流した。 同年十二月二十二日には、武田勢と三河の徳川家康との間で、三方ヶ原の戦いが発生し、紅葉軍艦では山形勢が崩れかかったところを、武田勝頼が助けたとする逸話を記している。元気四年、1573年四月十二日、信玄は、品野稲郡駒場において死去する。紅葉軍艦によれば、信玄は、わしの死を三年間筆せ。 そして、勝頼を補佐してくれ、明日は、瀬田に旗を立てよと異名を託され、馬場信春と共に、重鎮の筆頭として、信玄の着し、武田勝頼を補佐することになった。しかし、勝頼との折り合いは悪く、疎まれたという。勝頼の家督相続後、天正元年、1573年8月21日には、 三河長しの城、愛知県新首領市へのご詰めの指揮を命じられている。明治年府によると、天正二年、1574年、武田勝頼の東見の進行における、明智城をめぐる戦いでは、救援に来た、織田信長本隊3万人に対し、山岳地帯の地形を利用し、6000人の兵で撃退した。信長軍を4里退かせ、 信長の周囲を固めた16機の内9期が撃ち取られ、7機が逃げ出すなど、信長を瀬戸際まで追い詰める場面もあったという。公用軍艦、東大期によれば、天正3年、1575年5月の長篠の,の戦いでは、山形や内藤正秀、馬場信春、原政種、小山田信主らが撤退を進言したが、勝頼と側近の長坂光圏、 長官祭、後部勝氏が決戦を主張し、勝よりは決戦を決断したという。そして5月21日の下原決戦では、紅葉軍艦や長篠合戦図屏風によれば、内藤、原田と武田軍左翼の中核を担ったという。紅葉軍艦によれば、山形は300機を引き、駿河の朝日奈氏、品野の松尾笠原氏、相清田氏、大熊氏、 三河の民に菅沼氏、長しの菅沼うとう海の三浦氏、原石氏らの国衆を相つぶさにしていたという。信長後期、松平期、大須賀期によれば、武田勢の攻勢は急つ始め、午前十一時に始まり、左翼の山形勢が徳川軍を襲撃したという。信長後期によれば、山形勢は一番に攻撃を仕掛けたが敗退し、 信長後期、松平木によれば、武田勢は未国、午後2時頃には退却し、山形、真田信仏なら武田勢の武将は追撃戦の最中に戦死したという。去年47、荒野山聖景院、甲斐の国供養町には、山形の戦死時刻を羊の国と記している。長篠合戦病部に戦死した、正影かげの子球を、家臣の志村光重が、 敵に奪われない様持ち去る描写がある。縁は演じた役者名。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。